はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は国語が苦手な人のための動画、今日はね、いわゆる恋愛ものですね。これね、ちょっとね、これね、かわいそうな話なんですけれども、ね、ちょっとリード文読んでみます。吹奏楽部は学校の屋上で練習をすることがあった。ある日、部長である涼香先輩と僕、三宅は練習後に一緒に星座を見ていて、涼香先輩に、天体望遠鏡を持った男の子と学校の屋上に忍び込んで星を眺めるのって素敵だと思わない？と言われた僕は望遠鏡を買うことを決意した。さあ、そしてコンクールの前日の場面から、読んでいくということなんですけれどもね、主人公は僕、三宅福君という男の子です。でそしてその部長の涼香先輩とね、練習後に星を見ていて、涼香先輩が天体望遠鏡を持った男の子と学校の屋上に忍び込んで星を眺めるのって素敵だと思わないっていうわけです。さあ、そこで僕はね、何を買うことを決意しましたか。そう、もう天体望遠鏡を買ってしまうんです。さあ、そして、本文はコンクールの前日の場面から始まっています。で、読んでいます。いよいよ明日だね。涼香さんがこちらを向く。そうですね、今までありがとうね。まるでお別れの挨拶みたいじゃないですか。あはは、そうだね。でも三宅君には本当感謝してるからさ。やめてくださいよ、感謝なんて。嬉しさを隠しつつ、そっけなく笑った。そういえばさ、休憩中に自然と合奏が始まるように三宅くんが仕向けたことがあったでしょ。あの時がきっかけだったんじゃないかなって思うんだ。きっかけ？ああいう自然発生的な合奏って、不思議と気持ちが一つになるでしょ。あの時からみんな演奏を楽しむようになったような気がするんだよね。課題曲も好きになってくれた気がする。式としてみんなを見てるから分かることなんだけどね。だから感謝。照れくさくてとぼけてサックスを吹いた。あ、その死の音、もっと安心感がある感じで。涼香さんの指示通りもう一度吹き直す。僕もそういえばという話があって。うん、何？そういえば涼香先輩は水垣先輩と付き合ってるかってみんなに聞かれて、付き合ってないって言ってましたよね。唐突すぎる質問かなとヒヤリとする。生きた証を残そうとするかのように泣いていたね、セミたちが急に黙った。考えよければこの質問だけでも僕の思いに気づくかもしれない。全身に汗をにじませながら答えを待った。ああ、そうだね、言ってた言ってた。何のこだわりもないような答えが返ってきた。じゃあ好きな人はいないんですか。涼香さんは窓から外を見てまばゆさに目を細めた。明日は本番でしょ。もし明日金賞を取れば全国大会。私の頭の中は今は本当コンクールだけなの。恋愛なんて考えられないよ。こっそりとガッツポーズを作る。そして心に決めた。コンクールの2日後にはバイト代が入る。実はすでに天体望遠鏡は注文してあって、その日には配達されるようになっている。コンクールが終わった暁には、つまり涼香さんが恋愛を考える余裕が生まれた時には、屋上からの星空に招待しよう。星を見た後は僕の気持ちをぶつけるんだ。たとえ涼香さんが僕を選んでくれなくてもいい。きちんと気持ちを打ち明けよう。長らく追いかけてきた光に手を伸ばしてみよう。さあ、これがコンクール前日の話なんです。じゃあ確認してみましょう。主人公はこれ三宅くんというね、多分高校2年生なんでしょう。涼香先輩は高校3年生で、最後のコンクールに向けて、頑張ってるわけですけれども、じゃあ質問していきます。いよいよ明日だねと涼香さんがこちらを向く。そうですね、さあ今までありがとうねって言うんです。さあ、まるでお別れの挨拶みたいじゃないですかって言うとね、三宅くんには本当感謝してるって言うんです。やめてくださいよ、感謝なんて、と嬉しさを隠しつつ、そっけなく笑うと、さあ、どんなところに、涼香先輩は、三宅くんに、感謝してるんですか？そう、休憩中に自然と合奏が始まるように、三宅くんが仕向けてくれた。それがきっかけになったんだと言うんです。さあ、何のきっかけか。
ああいう自然発生的な合奏って不思議と気持ちが一つになるでしょ。あの時からみんな演奏を楽しむようになった気がするんだよね。課題曲も好きになってくれた気がする。式としてみんなを見てるからわかることなんだけどね。だから感謝しているんだと言うんです。さあ、照れくさくて僕は何をしましたか。そう、サックスを吹いたんです。さあ、するとあの死の音、もっと安心感がある感じで、涼香さんの指示通りもう一度吹き直す。さあ、僕もそういえばという話があって、うん、何。さあ、三宅くんは、僕は何を涼香先輩に尋ねますか。そうなんです、涼香先輩は水垣先輩と付き合ってるかってみんなに聞かれて、付き合ってないって言ってましたよねって尋ねるんです。唐突すぎる質問かなとヒヤリとする。さあ、生きた証を残そうとするかのように泣いていたセミたちが急に黙った。考えよければこの質問だけでも僕の思いに気づくかもしれない。全身に汗をにじませながら答えを待ちました。ああ、そうだね、言ってた言ってた。何のこだわりもないような答え。じゃあ好きな人はいないんですか。涼香さんは窓から外を見てまばゆさに目を細めた。そして涼香さん、なんて答えてくれたんですか。ねえ、明日が本番。もし明日金賞を取れば全国大会。私の頭の中は今ほんとコンクールだけなの。恋愛なんて考えられないよ。さあ、こっそり心の中で三宅は何をしましたか。そう、こっそりガスポーズを作るんです。そして心に決めたんです。コンクールの2日後にはバイト代が入ります。実はすでに天体望遠鏡は注文してあって、その日には配達されるようになっています。さあ、コンクールが終わった暁には、つまり涼香さんが恋愛を考える余裕が生まれた時には、さあ何をしようと。そう、屋上からの星空に招待し、星を見た後僕の気持ちをぶつけるのだ。たとえ涼香さんが僕を選んでくれなくてもいい。きちんと気持ちを打ち明けよう。長らく追いかけてきた光に手を伸ばしてみよう。続きはまた明日。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。